WEC 第4戦ルマン24時間世界耐久選手権テストデー9のカサルトサーキットフランスルマン6連覇を逃した昨季の雪辱に燃えるトヨタガズーレーシングターがまずまずの滑り出しだ小林カムエラの乗る7号車が1回目セッションで最速を記録すれば2回目は平川亮の8号車が3番手 総合は Q&3 番手も、ライバルと遜色ない速さを見せた。今季は厳しい性能調整にスピードを失っていたが、ルマン用ではライバルと互角に渡り合えそうな雰囲気だ。チーム代表も兼務するカムエラは、車の適切なバランスを見つけるのに専念。さらにスピードを増すためにやるべきことをまとめ、 本番でもっと良くなるようにしたいと慎重に車を仕上げていく。平川も予定したプログラムを消化できた。得られたデータの精査と本番に向けたセットアップの改善に取り組みたいと充実の表情。順調なテストにも23台もエントリーするハイパーカーの激戦に気を引き締めた。テストドライバーの宮谷ともも参加し、 ルマンで初めて GR010 をドライブした感触は最高。忘れられない一日になったと感動しきり、5周の走行を終えると、本番で出場する LMP2 クラスのクールレーシングで走り直す忙しさだった。